日本福島県藍津若松市、南花畑南花畑は、福島県藍津若松市にある町。郵便番号は965-0874。藍津若松市市街地の中部に位置しており、国道118号の西側を町域とする。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流。 湯川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した会津若松市の中心市街地を形作る。東は、城南町、南町、西は、川、原町、城西町、南は西木町、表町、北は、湯の川町、米台に接する。江戸時代、現在の南花畑付近には、花畑、花畑組町、南町などがあった。 花畑は若松城下城各外南部に位置しており、東西二条、南北二条の通りであった。花畑の町名は、江戸時代初期に花畑があったことによるとされ、大通、花畑口通り、西通、堀正通りからなっており、市屋敷が多かったとされる。また、後に半額美新館の付属学者とも前者となる、指定教育のための校書があった。花畑組町は、 花畑の西南にある東西八条、南北二条の通りで、川原通、一番町、二番町、三番町、四番町、五番町、河原の町、裏道、片方帝、石塚向き町、石塚向き河原の町からなっていた。このうち、一番町、二番町、三番町は、商法年間までに、その他は、商法年間以後に成立したとされ、 足軽道心が多く住んでいたとされる。明治元年9月22日、母親戦争の戦いの結果、若松城は開城した。明治時代に入ると、民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、従来の南町は南町分に編入された年に、 若松栄町、南町分、石上分、仙国町分、材木町分の各一部により、若松南町が誕生する。また、花畑は南町分に編入されたほか、花畑組町は一部が南町分、材木町分に編入され、残部が日吉村の一部となった。日吉村は後に門田村の一部となる。その後、 1877年に、旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて、福島県となったことから、若松県は廃止されたほか、1889年に、町村制の執行により、それぞれ若松町内の町名などとなる。1889年、合わせて、若松南町は、南町の町名となり、1899年には、 若松町の市政志向により、若松市の町名となる。1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、合津若松市となったことから、以後南町は、同市の町名となる。また、現在の南花畑東部は、戦前から宅地だったが、花畑団地の完成により、 西部にも市街化が広がる。その後、1960年代に、藍津若松市の住居表示が実施され、現在の南花畑周辺も対象となる。そして、1965年、南町、堺町、門田町、大麻、日吉のそれぞれ一部から、南花畑が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 町域内を通る福島県道211号西若松停車場、南町線などで合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。路線バス等の系統 AB、合図若松市の重機人口。合図若松市。2017年8月9日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。 AB 角川日本地名大辞典7福島県 P6681983AB 角川日本地名大辞典7福島県 P7751983 角川日本地名大辞典7福島県 P9121983 角川日本地名大辞典7福島県 P7741983 合津バス路線図 ありがとうございます。